こんばんは。12月、何日今日は？待って、今日何日？あ、すいません。12月20日、火曜日、午後10時30分を回りました。4個貧乏な夜、第362回。今夜もどうぞ、よろしくお願いします。土日月火4日ぶりの放送になりますね。まあこの週末ものすごく嫌なことがあったんで、まあずっと寝込んでっていうかちょっと落ち込んで、まあ放送を、しなかったんですけどね。なんでそんなことまた急に言われないといけないんだろうと、まあ仕事仲間、活動仲間、まあ、家族、親戚、親族、なんで、この週末にそんなことが重なっちゃったんだろうかなという、トラブル問題が起きてですね、やはり、まあ、認知されていないんだと、まあ、東京と、まあ、大都会と、宮崎地方都市という、まあ、違いはあるかもしれませんけど、まあ、同じ日本に住んでいて、なんでそう違うんだろうかと、やはり隠して生きていかないといけないんだろうかなということ、まあ、僕は別に隠す必要はないから、堂々と、まあ、この放送でも、何度か、ご紹介をしたり、Facebook、Twitter、とかでも、まあ、本当のことを、まあ、自分のことをさらけ出して、まあ、生きているわけなんですけど、なんでね、私の身近にいる人間、そういうことを知って、私と一緒に仕事したり、活動したり、生活したりしているんだろうと思うんですけれど、何なんでしょうかね。まあ、ぐっとこらえたり、してきたんですけどね。まあ、なんていうかね、その方の人間性、本質を見てしまったというところですね。はっきり言えば。だからそこは、もうその人の持ち分だから、お前の考えを変えないといけないということもできないし、まあ、そういう人間だと思って割り切って生きていかないといけないんだろうとは思うんですけど、なんでそういったことを僕の方が気を使いながら生きていかないといけないんだろうということなんですよね。だったらもうそういった連中がいるところを避けて、まあ、さっき言ったようにね、隠れて、昼間寝て夜起きて仕事に行くというような、隠れた生活をして生きていった方が、まあ、自分のためでもあるし周りの人間のためでもあるなということなんですね。何かというとうつ病、まあ、僕元うつ病患者、自殺未遂も図ったということも、まあ、この放送で、何度か放送お話をしているわけですから、まあ、大谷はああいう人間かっていうことを思ってる方も結構いらっしゃるんですよね。そういったことを前提に、まあ、Facebook なんかでのお付き合いとかも、させてもらってるわけであって、です。そのたんびに、僕は元うつ病患者なんですよということは言ってませんけど、まあ、ことあることに今話はしてますけれど、で、逆に僕、元うつ病患者なんですね。まあ、主治医の先生に言わせれば、もうあんたの病気も治ってるよと、社会復帰できるよということだったんですが、小学校からは、県の教育委員会からは、元うつ病患者の方は、これ以上教壇に立ってもらうことはできません。さようならということだったわけで、その校長先生が、大谷君、仕事を世話してあげるからねって言ってもらった。割には、元うつ病患者には仕事はない。で、手のひらをコロッと返すように、しらっ
と言い抜けたんで、えって、自分がこの前言った言葉と今日言った言葉違うけどどうなんでしょうかと思ったんですが、あ、そんなもんだなと思って、スーッと聞き流したんですけどね。そんな感じで、仕事探す、面接に行く、あちこち行くって言ってもね、まあ、既往症とかどんな病気持ってますかとかね、健康診断書とか、出す中で、まあ、その精神疾患のことも聞かれるわけなんで、本当のことを正直に言ったら、もう結果不採用、ダメですということでね、なんだろうと。で、あるその採用担当者の方から話を聞いたらですね、犯罪を起こす可能性があると。いわゆる犯罪予備軍であると。いつからうつ病患者は犯罪予備軍になったのって言ったら、ちょうど僕が学校を辞める原因になった。原因っていうか、これマスコミが悪いんですけど、あの大阪府池田小学校事件ですね。あの、犯人が、嘘を言って、うつ病患者であるって嘘を言ったんですね。で、それをマスコミが本当と思い切って、うつ病患者のことを堂々と報道して、うつ病の特性とか、うつ病患者はその犯罪に走るとか、そういったバカなことをね、真面目に報道したことによって、僕が勤務していた学校には、じゃん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 電話が鳴って、この前、大谷先生を県病院の精神科で見たんですけど、あの先生もそうなんですかっていう電話が鳴り出してから、まあ、教頭のアンポンタンが、僕には黙っとけばいいのに、大谷君、あんたうつ病患者かっていう保護者からこういう電話来てるんだって言って、僕に抗議するんですよね。一応校長と教頭には転勤する際に、まあ、僕はうつ病患者で、県病院に通ってますよ、ご理解のほどお願いしますねって言った割には、保護者には弱いんですよね。保護者からそういう電話があると確認するということで、聞きに来るんですけど、教頭先生、僕はあなたに、赴任する際にお話をしましたよねって、それ聞いてらっしゃいましたよね。まあ聞いてたけど、こんな風に保護者から電話があると一応確認しないといけないんでねっていうバカなことを言い出して、でそれからそれが、串間市、あ、串間市か、串間市教育委員会に、通報されて、本田串間市教育委員会の岩下滝彦、もう今県議会議員ね、岩下滝彦教育長だと、県の教育委員会の指導主事、うちの校長、あともう一人、串間市教育委員会の指導主事、4人対僕一人で尋問。その尋問っていうのは、俺らは、採用した人間じゃないから、君に辞めろとは言えないけれど、今後どうするかね、といわゆる辞めてもらうための圧力。で、僕は、県の人権擁護委員会に行って、テープレコーダー等に、教育委員会、校長が話した、内容を全部記録して、人権擁護委員会に出したんですけどね、まあ、県教育委員会の話では、辞めてもらうしかないという一点張りで、辞めたんですが、辞めた後に、なんていうか、あの、なんだ、教頭先生を本部長にする校内におけるメンタルヘルスのシステムができたんですよね。なんで僕が学校にいる間にそれがなかったの、辞めてからそういうのができたっていうのは何かの皮肉だよなって、やはり県教育委員会おかしいよなっていうことだったんですけどね。その後病気が治ったんで、宮崎市の教育委員会に、もう僕病気治ったんで採用お願いしますって言って、臨時講師の採用願いを持って行って、一応面談にも行ったんですけど、やはり、あ、元うつ病患者、いつ病気が出るかわからないから、はい、不採用、ボンってなったんですね。なんだろう、いつ病気が発生するかわからないって、病気が治ってるって言ってるのに、なんだろうかなっていうところで、やはり元がついていても、うつ病患者には変わりはないという、なんかその悲しいかな、田舎の教育委員会とはいつまでもこんなものだなと思うんですよね。今、教職員の半数以上が
何らかの精神疾患に通っていて、そのうちの2割が実際、心療内科、精神科に通っているという状況で、僕が通っていた心療内科の待合室にも、どっかで見たような先生がゴロゴロいましたけどね、隠れて通院しているということなんですけれど、県が行っているメンタルヘルスのシステムってどうなんだろうか。結構ね、日本で一番いいのはね、東京。東京のメンタルケアのシステムはすごいいいなと思ってるんですけど、東京までのレベルはないと思うんですけど、ただ精神疾患の先生が増えたから、作りましょうというぐらいで、教頭先生が本部長で行っている、メンタルヘルス、中にはパワハラ、セクハラがあるということも聞いてますんでね、どうなんでしょうかね。逆に言うと、こういった元病気を持っている人間が教団に立った方が、精神面、子供のメンタルケアとかには強いのかな。自分がね、経験している分、経験したことを、子供や同じ先生方に伝えることは何ぼでもできるんですよ。やはりね、なんだ、エリートコースを歩んで、そういった、心が風邪をひいたような状況になってない教頭校長には、これは全くわからない。いくら教頭先生が、本部長になって、校内の、メンタルヘルスのケアを行うといっても、その校長が、病気になれとは言いませんけれど、どのくらいうつ病の、に対する理解があるのかというところが未知数であって、表向きは理解していても、人間の本質的なところではどうなんだろうかと。よくわかるのが、喧嘩するとわかりますね。教頭校長と喧嘩すると、なんだ、うつ病のくせに絶対言うんですよ。何回僕言われたか。喧嘩をすると、相手の本性が分かっちゃうんでね。逆に、わざと喧嘩を起こすようなことをやっちゃうと、なんだ、うつ病のくせの前は、何言ってるんだって言うんですよね。そこに人間の本質が、現れてるっていうことになるんですよ。そういったことも、どうも見えすぎてますし、分かってますんでね。ああ、こういった教育現場で、まあ、勉強しないといけない子供っていうのは、かわいそうだなーっていう気はしますしね、まあ、エリートコースの線路から外れて脱線しちゃうと、昔はほら、落ちこぼれっていうことで結構いましたけど、落ちこぼれてはいないけれど、心の中でね、ちょっと落ち込んでるっていう子供っていうのも結構多いのかなと思うんですよね。もうそういった中で、僕らのような、元うつ病患者が、手を挙げて学校に行ってね、子供と、メンタルに関するお話をしたり、遊んだり、そういった、心のケアをするようなシステムがあると、救われる子供っていうのはどのくらいいるんだろうという気はしておるところでございます。まあ、学校現場に僕ら元うつ病患者が復帰する可能性は低いんですけど、まあ、そういったね、メンタル的な、メンタルヘルスの学校みたいなものを作ってもいいのかな。あとお話ばかりなく、いろんなことを体験したりね、まあ、時には負荷を与えて、自分ができないようなことを、壁を乗り越えるようなことを挑戦してみたり、なんかそういった、前向きに生きる力ですよね、本当ね。学問だけじゃなくて、精神面を強くして、前向きに生きていこうという力、そういったのを身につけないといけないのかなと思っているんですが、ことも自分の場合には、そういった活動仲間だけじゃなくて、身近に暮らしている人間までも、親子縁を切る。もうお前は子供ではない。と言い出す始末なんで、ちょっと今、家を探そうかなと、仕事も、また新たに、探す必要があるな。まあ、この年末にね、アパート、もお金もないしね、仕事もまた新たになんか見つけないといけないし、家もないということで、どうしようかということなんですよね。なんでそういった身近な連中が、
10年も一緒に生活していながら、そんなバカなことを言うんだろうと。それが人間の本質であれば、いや違うんだと、うつ病というのは心が風邪をひいている状況で、いつかは治るんだと、治ったらもうまた再発はしないんだよ。まあ再発をする方もいらっしゃるけど、ほとんどもう治るんでね、問題ないんですけど、それを理解しろと言っても、理解する頭、心を持っていなければ、何ぼ言ってもダメなんで、やはり、どっかアパートを借りて、一人で生活するしかないのかなと。まあ、生活するにしてもお金がないんでね、まあ、どこも採用してもらえないので、まあ、このような市民メディアをやりながら、Google AdSense で、お小遣い程度のお金を稼ぎながら生きているわけで、まあ、生活保護を受ける必要があるのかなと。まあ、明日、ちょっと、あるところに呼ばれているんで、ついでに市役所に行って、社会福祉課に行って、生活保護の申請というか、お話をしないといけないのかな。東京ならね、人口比率で結構いろんな仕事もあるんですけど、まあ、人口40万って言っても、そんなに仕事がないしね、まあ、厳しい状況なんでね、ちょっと生活保護で当分の間食いつなぐ必要があるのかなというところですね。ちょっとすいません。Facebook でなんか来ましたね。なんだコメント。あれ？コメントなしにコメントできてる。ということで、なんだろう、県は今、育児関係のやつに一生懸命、力入れて、県民挙げて、子供を育成していこうとかね、子供のある子供を大事にしていこうって言ってたんですけど、ちょっと前までは自殺予防をどうしようかというふうに動いていたと思うんですけど、もういいのかなというところですよね。県では、自殺率がワースト2位のところまで上がっていたんですが、最近だいぶ、下がってきて減少傾向にあるということで、もうその授業は終わったのかなという気はしますけど、私はね、散々聞かれましたよ。同じ NPO の仲間から。NPO 法人が自殺防止を行う団体なんで、あなたが僕の事情聴取するのということで、経済のことからなんで、自殺をしようと思ったのかを根掘り葉掘り聞かれたんですね。もう相手は僕のことを知ってるんでね、なんであいつにこんなことを言わないといけないのかって、その後も何回か言われましたよ。あれ、職権乱用だよな、乱用だよなと思いながらね、まあ、もうそういう人はもう全然、顔も合わせないようにしているんですけれど、なんか嫌ですよね、そういったことって。だから、県が NPO 人に仕事を、ちょっと待ってね。県が、ちょっと思ってくれてました。ちょっと待ってください。はい。県がね、NPO 法人に、授業をお願いするのはいいんですけどね、まあ、どこまでプライバシーが守られているんだというところ、ちょっと不透明な部分はございますね。やはり、マイノリティはマイノリティらしく、陰で生きていくしかないのか、ね、いわゆる負け組、一旦負けたらそこで終わりなのか、ね、負け組がリターンできる場所っていうのはあると思うんですよね。でも田舎って未だにうつ病患者イコール、これ失調統合症というんですかね。失調統合症、治らない病気、精神病患者という短絡的にイメージ化するアンポンタンが多いんでね。どうしようもないですよね。もうそういったアンポンタンとはもう、話もしない
そのアンポンタンの考え方を、直そうという気にもならない、そういった人間はそういった感情しか持っていないわけだから、しょうがねえよなということでしか生きていくしかないなというところですね。だから明日市役所に行って市の担当が、うつ病に対してどういった認識を持っているのか、本当に親身になって話してくれるのかというところ、取材を兼ねてちょっと行ってみようかなとは思っているんですがね、当然、録音も、残しておこうかなと、録音しておかないと証拠がないのでね、そういったところまでやってみたいなと思っております。そういった、落ち込んでる時に、落ち込むちょっと前から、始めたのが匿名性の SNS アロー、弓矢の矢、アローっていうんですけど、これがね非常に緩くて、面白いんですよ。まあ、Facebook って実名制で、なぜか世界の友人とつながれますよと言いながらも、宮崎県の連中とばっかりつながってるんで、と嫌なんですよね。なんで世界中の連中とつながれたいのに、なんで、友人リクエストが宮崎県内の連中ばっかりかっていう、もう嫌気になって、僕の方から、リクエストすることはないんですけど、まあ、来るものは雲ばず、去るものは追わずで、もう勝手にしろと、俺はもっと、世界中の人とつながれたいのにと思ってるんだけどね、まあ、実名制なので、まあ、前も言ったように、上司となんで Facebook でつながっている必要があるんだという方も結構いると思うんですよね。そういった方には、このアローが非常におすすめ。今もね、画面が2画面あるんですけど、別の画面にはアローを出してるんで、アローを出してるんで、ちょっと、Ustream の映像、音声が止まっちゃうんですけどね。アロー、新着返信が届いてます。自分が放った矢が相手に届きましたということで、さっきね、僕の書いたアローは、ほんと、しょうもない内容ね。今夜は、セブンイレブンの具沢山ごちそうナポリタンということ。さっき、1時間ちょっと前に、朝昼晩飯用にセブンイレブンに行ってナポリタンを買ったんですけど、ナポリタンってね、結構、好きなんですね。よく食べてるんですけど、それに、帰ってきた返信が、セブンイレブンのって地味に美味しいですよね、という返事。ただこんだけ。で、匿名なので、相手がどこに住んでるのか、男性か、女性か、何歳かっていうことは全くわかりませんので、敬語を使う必要もないし、気を使うこともない。ね、言われた言葉に対して、きちんとお返しをするということで、顔が見えない分、相手のことを思いやる言葉っていうのが結構多いですね。過去の、アローを見てみると、相手から来た矢がありますね。自分、最低だということしか書いてません。多分何かあったんでしょうね。仕事とか、人間関係で。で、僕の書いたお返事が、何があったのですか、最低なことはないと思いますよ。ちょっとやり方がまずかったりしただけかな。だけなら、やり直しは効くはず。というふうにお返事を書いたんですけど、まあ、自分最低だという言葉から想像できることを、まあ、相手が落ち込まないようにちょっと前向きに考えることができるような言葉を探して選んで書かないといけないというところが結構ね、匿名性の Facebook、Twitter よりも気を使うというか、気を使うことによって何というか自分の言葉の勉強というか、相手のことを思いやる、勉強というのができるのかなと思うんですよね。はい、また来ました。ボン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 、アローが飛んでくるんですけど、今来たアロー。この頭痛は何だ？
気圧のせいかなっていうふうに来てるんですね。頭が痛いんでしょうね。僕もね、偏頭痛というか、どっち側かな、右半分、左半分が痛くなるということが起きるんですよね。ちょっとこれ、お答え、お返事を書きますんで、ちょっとここでお時間をください。なんていうか、すいません、ちょっと今、返信を送ったんで、飛んできた矢にパッと答えるということ、非常に難しいんですね。自分がそのいろんな語彙を持っていたり、自分の体験から、お返事を書く必要があるんで、やっぱり言葉がないと、語彙をたくさん持ってないとなかなかお答えすることができないということで、アローには TM たらい回しってあるんですね。自分がどうしてもお答えができない、返事ができないといった場合には TM たらい回しというボタンを押せば、他の相手にアローが飛んでいくんですけど、僕はほとんどというか、東京に住んでいないんで、東京の情報が欲しいといった場合には、たらい回しを送ったり、ゲーム関係とかは分かりませんから、たらい回しのボタンを押すんですけど、それ以外は大体、きちっとお返事を書いております。ゆるくつながるって、自分がこういった、精神が不安定な場合に、愚痴なんかをね、書いて送ること、きちっとお返事が来る。逆にその、申し訳ないなという気持ちもあるんで、ダイレクトアローっていうのがあって、ダイレクトアローで、直接、お返事をもらった相手に、ありがとうというお返事をつけることもできるんで、なんかね、このゆるくつながっているっていう感じが、今の僕には非常に良いのかなと。これ、僕の考えなんですけど、Facebook って割と社長とか経営者が多いんですよ。僕から見れば、まあ、歪んだ目かもしれませんけれど、勝ち組の、SNS と思うんですよね。で、アローは結構ね、俺ダメだ、俺バカだ、どうしようって言った愚痴系が多いんで、負け組の SNS。で、負け組は負け組でも、明日をどう生きようかとかね、どう考えてやっていこうかっていう、人間の本音が出てくる分、本当の人間というか、SNS らしいなという気はするんですよね。ちょっと前までは、インターネットは実名制で発言する必要があるってなこと言ってましたけど、まあ、場合によっては、アローのような匿名性 SNS があった方が、いうのかなっていうこともありますね。だから難しいですよね。だから巻き組の SNS ってはっきり割り切って言い訳はないんですけれど、何でも言える、何でも聞いてもらえる、何でも返事がもらえるというところがいいですね。Facebook は変なことを書いたら、友達関係が、切れちゃうとかね、書くなとかね、何度も言えばっていうふうに逆に言われますけど、アローではそんなことは一切ないので、本当、まあ、いいですね。はい、ということで、4日ぶりの、4語頻語の夜ですけど、やっとですね、YouTube の新しいチャンネルのデザイン、レイアウトが完成しました。ちょっとね、YouTube のスタッフの皆さん、
丁寧ではありませんね。やはり YouTube パートナーの皆さんに、もうちょっと、お、また来ました、アローが。どんどん来ますね。もうちょっとね、丁寧に会ってほしいと思うんですよ。ブログの方にも書いたんですけど、昔のデザインっていうのは、YouTube の背景の画像と、上の方のチャンネルのバナーっていうのが別個になりました。そんで、背景は背景で、作ってアップして、チャンネルバナーはチャンネルバナーで、またイメージコードマップを、イメージマップコードをつけて、作って別個にアップするという方法だったんですね。だけど、今度の新しいチャンネルでは、背景画像にチャンネルバナーも組み込んで背景画像として一遍にアップするのが別個にアップする必要はないんですね。そして、イメージマップコードを別に作って送るという形式なんですね。そこを理解するのに2週間かかりましたね。なんかもうちょっとここを見ればきちんと書いてますよっていう、書いてあってもあんだけの説明では、パートナーになったばっかりの方あまり、HTML、に詳しくない方が見た場合にどうなんだっていうところはあるんですよね。そこのところもうちょっと丁寧にやってほしいのと、で新しいチャンネルって情報掲載量が圧倒的に少ないんですよ。前のチャンネルの方がリスナーさんとの、コミュニケーションが図れたり必要な情報を掲載できたり結構良かったんですけど、今のはちょっとシンプルすぎて、情報掲載量が少ないっていうのがもったいないなというところですね。まあ、ゆくゆくは全部新しいチャンネルに切り替わっていくと思うので、いち早く、設定が終わったんですが、ちょっともったいないですね。なんか動画ブログのようにするんであれば、テキストベースの情報掲載する場所ももう少しあってもいいと思うんですね。自己紹介って、60文字ぐらいなんですか、なんですよ。結構昔は200文字以内やったんですけど、多分あれバグかと思うんですけどね、200文字以内で書いても保存ができません。200文字を超えてますってるんで、そのあたりのバグもきちんと直してほしいなと思います。まあ僕ら利用する側なんでね、まあ、そんなに言うならもう使わせないって言われたらもうおしまいなんで、まあ、今後も、YouTube のパートナーとしてね、利用していきたいと思ってます。まあね、もうちょっと、パートナーシステムから収入が上がってくればいいんですけど、収入が上がるような動画配信をしていこうと思ってるんですよ。さっき言った、うつ病患者、元うつ病患者のようなやるマイノリティの皆さんが、大手を振って歩ける社会っていうのをね、まあ昔は、なんだあれ、差別がない社会ということで結構使われた言葉がありましたよね。あれは本当にそうなのかって、身体に障害のある方に関する理解は深まっていったんですけど、五体満足でちょっと精神が病んでる方々に対してはどうなんだろうかというところがあるんですよね。そういった情報交換をする場とか、自殺予防、死んだらダメだよということを、無水を図った僕のような人間がお話をするということで、結構リアリティを持ってもらえるのかなと思うんですよね。自殺を経験したこともない人間が、やめようと言ったって、いくら芸能人が言ったって、それはね、そんなに効果ないと思うんですよね。やはり自殺をしようとした人間が直接話をすることによって、よし、じゃあ前向いて生きていこうと
ようなことになってくればいいと思うんですよね。ですので今考えているのが、新しいチャンネル、UTU、星マーク、UTU、TV、うつうつ TV と、ちょっと名前がおかしいけれど、そういったなんかチャンネルを作って、まあ、これは結構生々しいお話もするんでね、まあ、1週間に1回、会員制、課金制でお金を取って放送すると。どっかで収入を得るようなことをやっていかないといけないし、僕にしかできないことをやっていきたいなというふうに考えているんですよね。そんで、まあ、表向いて声を上げることができない方、また声をどんどん吸い上げて、それを、放送ベースに乗っけてお伝えしていくといったことを、まあ、僕が代弁をして、ね、伝えていくということ、そういった当事者が声を出していかないと、いつまでもマイノリティの立場にいても、何も社会は変わらないと思うんですよね。変えていこうという気持ちを持った連中で、何かやってみたいなというふうに考えているところです。が、その前に自分の生活をどう立て直すのか、さっき言ったように明日、生活保護、新しく住むアパートのこと、いろんなことをね、ちょっと、ご相談に行かないといけないのかなと思っているところです。いつもね、自分のことはね、後回しになっちゃうんですよね。でも生活保護を受けると、こういったインターネットもできなくなるんですよね。というか、僕名義のものってないんですよ。インターネットの契約も弟、携帯電話の契約も弟、車は親父のもの、僕の買ったものって何だろう。足元にある電気式のセラミックファンヒーターぐらい。布団もこれ、いつの布団かな？僕の布団かな？ちょっとわかりませんけど、僕の買ったものってパンツとか下着、洋服ぐらいですからね。財産を処分するっていう、処分できる財産っていうのはありませんので、まあ、結構生活保護っていうのは、審査が厳しいって聞いてるんですが、ほとんど僕名義の大きなものはないので、特に問題ないのかな。まあ、働いてるって言っても、税金を払えるような働きはないし、バイト程度でちょこちょこっとパソコン教室を行ったりするぐらい、あと、Google AdSense で、ちょこっとしたお小遣いが入るぐらいだから、やめようと思えば、いつでもやめれるんですけどね。でも本当生活保護をもらうとなったら、さっき言った放送とか、4、5頻繁な夜の放送もできなくなるのかな、ってことですよね。かといって、このまま続けていっても生活ができないわけで難しいですね。そのあたりね。本当スポンサーがいれば一番いいんですけど、まあ、こんな世の中、このバカのためにスポンサーがいるわけないので、なんとか、しないといけないかなと思っております。はい、ということで、4日ぶりの放送、結構ちょっとマイナーな、暗い話をして申し訳ありませんが、だけどマイノリティはどんどん声を上げてね、いくら負けてももう一回頑張ろう、もう一回前もってやってこようと。うつ病になってもいいよと。うつ病治って治ったら、またおいで。採用するよ。っていうような太っ腹な経営者、いないのかな。ね。ほんと、社長さん。もうちょっと、考え直してもらえませんかね。よろしく、お願いします。それじゃ、今夜の、4個頻繁な夜、第362回、と、言っておきながら、またアローが来ました。クリスマス予定なし。はい、僕も予定なし。同じですって書きましょうかな。同じです。私も予定がありません。
もう、もう、かれ、これ、10年以上ですかね。はい。で、送信。はい、すいません。ということでね、アローにログインしていると、次から次にアローが飛んできます。なんと、もう僕ね、このアローを始めて1週間も経っていないんですね。で、389本矢を放ったり、もらったりしてます。1日にね、50本以上書いてますね。まあ、書くのが好きだし、言葉を使って、あれこれ発信するのが好きなんでね、それほど苦労苦にはなっておりません。またこれからもちょっと起きておきますんでね、どんなアローがやってくるのか楽しみにしておきたいです。それじゃ、改めまして4ご品5の夜第362回この付近で終わりにします。明日もし、何もなければ放送しますんで、もしお時間ございましたら、明日もご視聴のほどよろしくお願いします。それでは失礼します。